この真鶴地裁においても朝鮮人追悼碑を撤去する裁判が行われていますけれども、東京の江戸川区です、墨田区においてもまたこのような、これは関東大震災において6000人の朝鮮人が虐殺されたのというとんでもない嘘の追悼碑が混入されていることが発見されました。この小笠原さんはね、確信犯だ。追悼碑の撤去の活動も始めました鈴風会長にお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。普通の日本を愛する普通の女性が集まって作ったグループそよ風でございます。考えてみました。私もここにこうして立たせていただいて、マイクを持たせていただいて、もうはや8回目になります。去年冷たく厳しい風が、からっ風が吹く中での凱旋もございました。私はまあマイクを持ってるからいいんですけれども、ここにこうして立っていただいている方々、1時間の間じーっと立って、そしてあるいは動画を撮ってくださっている方、皆さん本当にこのからっ風が身に染みたと思うんですね。で、私たちは別に皆さんに日当を出せるわけでもなく、スタッフを押してあげるわけでもなく、ポイントを貯めていただくわけでもないんです。そして、ところがですよ皆さん、
かと言いますと、申告しない方が得だよという噂を流したのはつまり日本政府なんですけれどね、という意味なんですけれどもね、その噂を信じたために申告しなかった、だから日本政府によって土地を奪われて、そして日本に移住せざるを得なかったって書いてあるんです。皆さん反省できますか？私はね、できないんですよ。だってね、8年もかけて事業調査をしたわけでしょ。8年の間にその噂が本当かどうか、なぜ確かめなかったんですか？農民にとって土地は命より大切でしょ。それにもかかわらずなぜ申告しなかったんですか？つまりね、申告できなかった、自分の土地がなかったんですよ。それをね、日本に移住せざるを得なかった。皆さんね、移住せざるを得なかったって、このことわずかすごい変なんですよ。当時ね、日本はね、今もそうですけれど、朝鮮にとって憧れの地ですよ。気候もいいし、そして仕事もあるし、日本人は反省ばっかりしてるし、こんないい国ないじゃないですか。そしてね、この本に何て書いてあるか、日本に移住せざるを得なくてホームレスになったって書いてあるんです。皆さんね、ホームレスになったのも日本人のせいですか？何でもかんでも日本が悪い、郵便ポストが赤いのも日本が悪い、こういった調子なことが延々と書かれてるんですよ。皆さん、生活保護になったのも日本が悪いんですか？皆さんね、私はね、このこういった本絶対許せないんですけれども、反省したくてたまらない人たちはね、それでも反省を続けるんです。今ね、日本で朝鮮に対して、あるいは外国に対して日本人が正論を述べるとヘイトスピーチと言われる危険性があるんですね。そういうふうに認定されるんですね。それでもね、日本人は反省を続けるんでしょうか？でもね、この朝鮮配慮出てる人たちをなんとか目を覚ませる方法が一つだけあるんですよ。皆さん、あの群馬の森の朝鮮人追悼碑をブルドーザーでガラガラッと壊して、そしてその映像を流して、あの更地になった映像を流せば、さすがにこの反省配慮を流れてる人たち目が覚めるんじゃないですか？どうかね、皆さんね、この裁判に注目してください。そして私たちの運動に加わってください。ご清聴ありがとうございました。はい、そよ風の鈴風会長のお話でした。今のお話の中に、朝鮮人日華併合以前、その以前にですね、うちを朝鮮人の場合にはヤンパンという特権階級がほとんどの土地をの耕作地を独占していました。そのためにほとんど 100% の農民は非常に苦しい生活をしていたんです。大きな搾取をヤンパンによって行われ、自分の土地もないのがほとんどの農民の、その当時の日華併合時の農民の生活でしたけども、そのヤンパンから土地を取り上げて農民に与えたのは、これ日本政府なんですよ。それを土地を本によって追われた、こんな馬鹿げた嘘を堂々と書いているわけです。全く事実は逆で、貧困の農民に日本政府は分け隔てなく土地を与えて農民の生活を豊かにしたんです。これが歴史の真実なんです。全くのデタラメの認識、このような認識を断じて我々は許すことはできません。それでは次のお話は、宮城さんですね。アビル会会長の宮城さんです。はい、見るか。群馬が誇る詩人萩原朔太郎先生の名前にちなんだ朔太郎通りね、こういう話をさせていただくことを非常に名誉に感じております。
どうもありがとうございます。さて、私は下手な五七五にまとめてみました、目覚めよう左翼の嘘の自虐ネタ目覚めよう左翼の嘘の自虐ネタ。これはいろいろ自虐ネタがございますけれども、従軍慰安婦、それから強制連行、そして数々、それからまたぞろ、今度は関東大震災、93年前の関東大震災の朝鮮人虐殺などとかいうものを取り繰り出して、しかもそれ事実に基づいてないことをほじくり出してやってるのはこの左翼という人たちです。この人たち、日本にどれだけ損害を与えればいいのでしょうか。これがみんな嘘なんですよ。そうだ、はい。それから次、徴用工 B45 人他はない、ちょっと五七五に合わないんで B45 人って言います。徴用工、強制連行というもの、それは彼らは軍事徴用のことについて言っておりますけれども、軍事徴用 の、 人がどのくらいいるのかということを昭和45年に調査いたしました。そしたら245人だということが発表されました。これは確かに法務省かなんかが調べ上げて発表したんですよ。しかも日本が大嫌いな朝日新聞が245人ということを書いたんですよ。それじゃあ、それなら強制連行っていうのは何なんだ。245人、彼らが言う 国が徴用して徴用して引っ張ってきた。しかもこの当時は日本人ですよ。他の日本人たちはみんなずっと前から工場で働いてたんですよ。若い女の子たち、飛行機を作るのに一生懸命、部品を作るのに一生懸命働いてたんですよ。それが彼らが働いたのは昭和19年から1年足らず。このような状態で強制連行というのを捏造する、私はそれが許せないんですよ。どうだ。次、連行で高級稼ぐ捕虜不思議これは決してヘイトスピーチとか考えてませんよ。捕虜不思議は掛け声ですからね。捕虜は特定の国を表してはいません。笑える。連行で高級稼ぐ捕虜不思議、これはいろいろ鈴鹿での方々とか村田先生とかが詳しく調べてくださいました。実際高級を稼いでいたそうでございます。実際行ってみてください。群馬の森に行ってみてください。名前がないんですよ。ただ反省、それから、記憶などを、あと何だか忘れたけど、友好という言葉があるだけで、他には何も名前はございません。具体的なものはございません。どこでどうしたかということもございません。日本人が悪いことしました。はい、そうです。それだけですよ。はい、それで私の心の中のこと、日本を嫌って居座る、これは不思議。日本を嫌って居座る、これは不思議。本当に日本が嫌いで嫌いで仕方がない人たちがなぜ日本にいるのか。もう日本が嫌いなら祖国に帰っていただきたい。そうだ。
野が大桜、これは不思議、ソメイヨシノが大桜、ソメイヨシノが隣の国では原産なんですって、韓国原産だそうですよ。ところがソメイヨシノってのは江戸時代に日本人のそういう植木のやる人たちが一生懸命こういう交配させてできた素晴らしいこういう花でしょ。それをみんなこうあの世界的に有名になったもんだから、これは大桜だ、これをニューヨークに行って文句言って、これは日本デーにするな、アジアンデーにしようとか、そういうふうなことを言ってるそうでございます。それからなんか最近はおかしな話があって、50万本の植林を日本人がしたそうですよ。その50万本の植林を日本人がしたのが気に食わない、全部切れ、そのような動きが出てきているそうです。しかもその木っていうのはどういう名前かっつったら朝鮮カラマツだそうですよ。このように日本が嫌いで嫌いで仕方がない人たち、日本が嫌いで嫌いで仕方がない国に対しては私たちは付き合う必要がございません。はい、それじゃあどうもありがとうございました。これやるとダメなの。宮城さんの川柳も含めたあの面白いお話を伺いました。次は小川すみれさん、そよ風小川すみれさんのお話です。バッテリーが切れそうな少ないんで、ツイキャスの方に移動していただければいい。こんにちは、小川すみれです。私は、すみれさん、植民地支配というこの5文字の言葉にこだわってきました。この言葉の持つ重大な意味を考えず、あまりにも私たちは安易植民地支配、植民地支配、すみません、お願いします、途中で切れるしてしまっているのではないでしょうか。私はそのことに空恐ろしささえ感じてしまうものなのです。今日はベルギーについてちょっと考えてみたいと思います。ヨーロッパの小さな国ベルギーを知らない方はないのではないでしょうか。ヨーロッパの十字路と言われているベルギーです。その当時、大国であるプロイセンやイギリスやフランスに囲まれ、困難な歴史を刻んできたベルギーです。それゆえでしょうか、EU の本部や NATO 北大西洋条約機構の本部がベルギーにはあります。話はちょっとそれますが、ベルギーといえばゴディバのチョコレートが有名です。しかしこのゴディバのチョコレートは今ではトルコの食品会社ウルケルに買収され子会社となっています。工場はもちろんベルギーにありますが、グローバルの波に押されてかベルギーらしさが失われていくのをとても残念に思っています。話は戻ります。1865年国王として即位したレオポルド2世は王子の頃からアフリカ、アジアの地図を見てどこか空いているところはないものかと進出できる地域を探していました。そこにイギリスの探検家キャメロンが考古学流金、金、銀、銅などなどの鉱山があることを発見し、本国イギリスに報告したのですが、その当時イギリスはこの報告を半信半疑であまり乗り気ではありませんでした。そこに目をつけたレオポルド2世はキャメロンを呼び寄せ、今後の話を聞き、こうして1867
85年8月1日レオポルド2世はベルギーのおおよそ80倍の面積のあるコンゴを自分の植民地にしたのです。コンゴから生み出される資源の中でも特にゴムと象牙はベルギーの経済を大いに潤しました。1927年にはベルギーはイギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、オランダに次ぐ世界第6位の豊かな国になりました。ベルギーのコンゴ支配は残虐なものでした。当時の状況を記した歴史書によると働けない人々の手首を切断し多い日は1日1308もの手首が行政官に渡され働かない現地の人に対する見せしめとして1日100人の頭部を切断したなどの記録が残っています。そして世界大恐慌の際には小国で国内市場の規模の小さいベルギーが比較的経済が順調だったのはコンゴによる収益がベルギー経済を支えていたからであります。そこで皆さん何かおかしいとは思われませんか。植民地っていうのは植民地から資源や高い税金やそういうものを総主持ってくることを植民地と言います。収奪ですね。ではこの日本が朝鮮を植民地にしていたと言われているとき何が起こっていましたか。私たちの両親祖父母は毎月毎月支払う税金の中からなんと2割も朝鮮に投入したのです。道を作り発電所を作り電気を通し小学校を作り中学校を作り高校を作り国立大学を作り確か名古屋大学よりも早かったのではないでしょうか。そうやって朝鮮を日本と同じレベルに引き上げようともう本当に考えれば涙が出るほどの努力をその当時の人々はしたのです。涙出ますよね。はい、私もそうです。そして教育に熱心ではなかった朝鮮人をなんとか子供を学校にやろうと子供にやらなければ親は罰を受けるぞと脅してさえ子供たちのレベルを引き上げたのです。そして心ある優秀な日本の教師たちは率先して朝鮮に渡っていきました。そして朝鮮の人々のレベルを上げるために大変な努力をしたのです。しかしこの石碑は一体何でしょう。私たちの両親や祖父母たちはこんな石碑を建てられるために涙ぐましい努力をしていたのでしょうか。もう失礼にも程があります。どうだ。しかもそれが事実ならまだしもありもしなかった話をでっち上げて県立公園に石碑、とんでもない話です。どうだ。群馬県民の皆さんの恥になります。どうだ。群馬県民の税金を使って群馬県民を貶めるなどあっていいのでしょうか。よくない。そうです、よくないです。恥ずかしいことです。日本人として本当に恥ずかしいことです。間違いは間違いとはっきり言いましょう。間違いをうやむやにするなんて
本当に失礼です。よく考えてください。ありがとうございました。はい、そよ風小川澄線のお話でした。今小川さんの話されたことは全て事実です。日韓併合、1910年に行われました日韓併合の事実は全て人道的援助として壮大な規模で日本の税金がつぎ込まれ、朝鮮半島の人民の教育水準は飛躍的に高まり、病院や学校の建設、またダムの建設などさまざまなインフラ整備が行われました。そして朝鮮半島の生活水準、朝鮮人の生活水準、奴隷のような貧困、どん底だった朝鮮人の生活水準は瞬く間に上昇して、平均寿命も伸び、伝染病も克服され、生活水準は大幅に向上しているんです。このことは何の搾取なんでしょう。植民地政策、ただいまの話もありましたけれども、ベルギー、大変残虐な有色人種に対する植民地政策を行いましたけれども、日本は一切そのようなことはないんです。日本人が朝鮮半島に行ったことは全て人道的援助だった。日本人以上に朝鮮の人たちを優遇して生活水準を引き上げ近代化したのが、これが日韓併合の真実なんです。どうでしょうか、前橋地方裁判所の皆さん、過去の歴史をしっかり認識していただきたい。日韓併合は何だったのか、果たして搾取だったのか、侵略だったのか、それとも人道的援助だったのか、それらは客観的に記録を読めば全てわかるはずです。裁判官の皆さんだったらそのような実態は全て把握できるはずです。この現在行われている追悼碑の裁判がですね、日本人が残虐な行為をした、強制連行してろくに食事も与えず病気になってもほったらかした、そして多数の朝鮮人労働者を死なせたという、そのような虚構の事実、どう見たって嘘でしかありえないんです。日本人は自分の国民以上に他の民族を優遇して大事にするのが習性になっている、本当にお人よし民族です。それでは最後は